TV5 あります。あ、TV5 行きます。あ、TV5。5で。はい。始まってるよ。今何人？薄い、104人。え？104人。なんでよ。TV ライブって変わらねえ。少なくねえ。最下。毎日始めていきましょう。こんばんは。カットビゴル塾の浦です。よろしくお願いします。今日はですね、我がカットビゴル塾始まって以来初めての試みでですね、なんと新作クラブ、新作クラブのシダレビューを生ライブでやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、ということでこれ大丈夫？みんなついてこれてる？テンション。大丈夫。俺みんなのコメントで確認するわ。うん。ずらーっと並んだシャフトがもう毎度毎度収録があるからと並べてくださってですね、俺も自分で入っていこうかな。これか。お、すごいすごい、やってるやってる。お、めっちゃいるじゃん。どんどん増えてる。あ、すごいすごい。今100、アカウントなし入れて180ちょい。あ、そう。159人。あ、こんな感じで映ってるのね。はいはい。じゃあここに。アカウントなしを入れたら200超えてるね。あ、そう、うん。アカウントなしで見てくれてる人いる？多分、わかんないんじゃないかな。あと、インスタから直で行っちゃってるかもしれない。はい、じゃあもう どうしよう、もうやってるうちに集まってくるか。もうやってていい？どうぞ。もう遅い人は知りません。もうやっていきます。今日はですね、これ一気に撮っていいですか？はい。あ、先に毎度毎度お世話になっております。こちらこそ。ゴルフ5プレステージ新宿店さんの方でですね、今回新作クラブのシダをするということで、これ実はちょっと早めのタイミングでシダをさせてもらって、編集させてもらって、当日にバンと動画を出すっていう方でもともと考えてたんですが、そんなことしてもしょうがねえだろうと。だったらもう直接生でライブでね、打って見せながら、あんな打ち方してこんな打ち方してとか、これやり終わったらあとこんなのも打ってあんなのも打ってとか、そういうのも皆さんから、ご意見いただいて、打って見せて、私がちょっとできる限りフラットなコメントをさせていただきたいなと思ってるんですが、今回目玉となる商品が藤倉さんのスピーダー、えらい見た目変わりましたよね。はい、ガラッと変わりました。はい、新作のスピーダー NX でございます。珍しく私が今日青い服を着ているのですが、もちろん、シャフトに合わせて青にしていきました。嘘です、たまたまです俺は青って知らなかったんでこんなにバキバキに色合わせてきてるみたいになってるとはちょっと思わなかったんで、私今ちょっとだいぶ恥ずかしい感じになっておりますけども、このシャフト知ってる方います？今初めて知ったって人どれぐらいいます？よいしょ。私ならではの、はい、すごい青いシャフトの色と合わせたシャツです。お疲れ様です。タイマルエペン初めてです。サスさん初めて知りました。はい、これどういうシャフトなのかちょっとお聞きしてもいいですか？一応はい、今回のスピーダーの5シリーズが終わって、はい、スピーダーネクストの NX 略ですね。はい、スピーダーネクストのナンバリング終わりってことですか？はい、あ、ナンバリング終わりですって。 iPhone ですらまだやってるのに、はい、なので終わりネクストで次の進化系なんです。はいはいはい。あ、そうですね、皆さんにぜひ打ってみたい、はい、打っていただきたいシャフトなんですけど、はい、結構うちのヒッター感では、はい、今回ビヨビヨです。あ、ビヨビヨ。ビヨビヨです。あ、ビヨ、あ、じゃあ
逆にスピーダーじゃないですか。そう、あの、元々のスピーダーですよね。はい、はい、ビヨビヨです。あの、まあ、ブラックスピーダーというところからスタートした富士クラのスピーダーっていうね、まあ、モデルなんですが、まあ、1,2,3,4,5,6,7 まで続いてたんですが、当たり前のように次8が来ると思ってたので、まさかのナンバリングが終わりまして、スピーダー NX ネクストっていう、名前に変わりました。これだから NX ってネクストって言うんですね、はい、略して NX、はい、っていうシャフトらしいのですが、まあ、今のところビッターさんが見た感じはまあビヨンビヨンのシャフトだと。これディスってる感じではないですよ、ね、ではないですよ、いい意味でのビヨンビヨンですよ、はい。もともとスピーダーっていうのは私の感覚的には一番最初のブラックスピーダーは、まあ、757とかね、761とかいろいろありましたけど、あの辺はプロゴルファー、日本のねプロゴルファーがみんな結構使ってたんです。でそれをアマチュアの人が、まあ、使いたいと真似してやっても結構ハードで使えなかったと。で年々こうアマチュアの人でもプロが使っているものを使えるみたいなコンセプトで、まあ、だんだんこう柔らかい球が上がりやすい、球を拾いやすい、捕まえやすいというシャフトに変わっていったという次第なんですが、まあ私、まあ大体私のこと知ってらっしゃる方結構いらっしゃると思うので、多分なんとなく想像と思うんですけど、私の好きなタイプのシャフトではないです。正直言って、私今回のこのスピーダーのお話をいただいた時も、また同じようなレビューになってしまうんじゃないのかなと不安だったんですが、まさかのそんなピーキーなレビューになってしまうのにもかかわらずライブでやるという。で私はあの今回ですね、藤倉さんの方からですねこのお話をいただきまして、こういうレビューをしてくれと、こういうふうに褒めてくれと言われたわけでは一切ございません。なんであかんもんはあかんって言います。もんはええって言います。正直なレビューをしていきたいなと思いますので、買った方がええよって時はすぐに買ってください。やめときやっていう時は好きにしてください。なんでまあちょっと売ってレビューしていきたいなと思います。今日一日よろしくお願いします。やっていきましょう。じゃとりあえず、あれこれヘッドは何なんですか。これピンです。なんかピン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 って言ってますけど、ピンですよね。ピンかピンかピンね、ピンか。じゃあ一番ディープな、はい、LS ですね。キュートのロフト立て立てで60X とかからいきましょうか、はい、普通のやつこれから、はい、せっかく並べてくれてるんですけども崩していきますね、はい、せっかく並べてくれてすいません、またもう出落ちだけなんで色合いかっこいいよね。確かにちょっと待って、これ体動かしてないで今さっきにライブ終わったところだからな。よし、ありがとうございます。いただきます。LSP の425の 1.5 度縦。はい、ピンの G425 LSP の、9度の 1.5 度縦、7.5 度にしていただきまして、まあ、私が大体いつも使ってる重さですね。に、スピーダーの、NX 60X、 はい、これいきましょう。これインチは45.25、はいはいはい、あ、45.25、わー、ビヨンビヨンです。クリアクレブ系です。ビヨンビヨンだわ。夏に出すシャフトじゃなくな、まあ、でも最近のビヨンビヨンって意外とフルとそんなことなかったです。よいしょ、お願いします。今測ってます。ウォーミングアップなしでした。時間ないんですよ。レッスン終わって DD ライブ終わってそのまんま来てるからやるしかない。よし、
あ、飛ぶのは飛ぶよ。311やけど、どっちピン？想像通りのどっちピンやな。ちょっと自分のやつ一回打っていいですか、さっき。私のバンシー最初に打っていきましょう。めっちゃ硬く感じるわ。一発打っただけで。310、まあ、距離一緒ぐらい。よいしょ。もういける。よいしょ。どう？ちょっと大丈夫？いや、ちょっと危険です。僕が多分割れ一発で一発だと思います。いきます。やっぱ硬いな。3000回転。ちょっと馴染んできたな。わあ、いい球。339。はい。少ないですね、やっぱり。バックスピン、私のが 8.0 度を、まあ、今そのまま使ってるんですけど、まあ、シャフトをちょっと特注で作ってもらったシャフトで、スピンが一気に減るシャフトになってます。生だから今後ろでね、シャフトがものすごい数のシャフトがぶっ倒れてます、はい。334、まあそんな感じかな。本番終わり、はい、終わりました。さあ、よいしょ、よいしょ。これ何上司なんですか。なんか、バリアブルトルクコア、意味が分かれへん。こういうの多いんですよ。なんたらなんたら製法による、なんたらなんたらを利用してるバリアブルトルクコアです。なんですかこれ。いや、ちょっとよく分かんない。でも、すごいあれですよね。ベンタスとジブラってスピードを両極端にしてるっていう。そうですよね。こっちは張りがなくて、あっちは張りしかない。だいぶ両極端な感じしますね。私の振り方で言うと、真左しか行かないの。うちの振ったらもう全員これ、右すぎて、左と右しか行かないです。ああ、そういうことね。多分ですけど、こういう入れ方の人にはいいんじゃないのかな。そうですね。ちょっとアウトサイド気味で、フェイスオフ気味で、ちょっと被し気味で。なんとも言えんな。 X というものを、そでもね、思いのが飛ぶのは飛ぶのよ。で、こうなる。そう、こうなるんですか。あー、そうですね。これ、藤倉さんにライブ見られたら怒られる。怒られるレベルやと思って。一回消しましょうか。はい。
一回クリアにしましょうか。一回ちょっと真剣に打ちましょう。これヘッドの外ピンがめくりやすいヘッドなんで多分相性が一番悪いです。そうですよね、めくりやすいんで。ちょっと真剣に行きましょう。気持ち悪い。なんかシャフトを特性が全く逆なので、ここでしならせるタイプ。私のシャフトはトップから切り返しのここで当てて終わらせる。これでちょうどいい。はい、ヤード見えてる。いや、ね、ちょっと数字が難しい。はい、323318です。で、これはこっちでしならせるもんじゃなくて、こっちをおとなしめにしてこっち側フォローサイドで持っていくタイプのシャフトだから。あんまりテイクバックで加速させないで、まあ、ではテイクバック加速できない人、テイクバックが加速できない人で、でどうしても体が先行しちゃう人、まあ、そうね、野球やってた人かな、野球出身の人がいいかもしれない。テイクバックゆっくりで。どっちかな。だからこういうヘッドに合わんから逆にマックスにこれシャフトって硬さって X が一番硬いですか。一番硬い。70X ってあります。あります。70X ってあります。にマックスでいい。ああ、テニスやってた人もいいかも。うん、テニスやってた人も。あ、じゃあゴルフ下手くそな人も。いやーっていうわけじゃない。あのね、数字見えないから言ってから、まだ数字は数字ちょっと厳しい。オッケーオッケー。じゃあ、大平さんに言ってもらおう。そうだね。画質はすみません、ライブなんで、もう勘弁してください。結構綺麗だ。いや、私もこれ見る限りは結構綺麗なんですけど、ね、右上の設定から画質、多分低画質になっちゃってる人は高画質に上げてください。いやもうね、360もですか。720や。もう720結構綺麗よ。あ、もうそうめっちゃ綺麗よでしょ。あの、だってあのみんな設定で720まで上げてください、画質。もうちょっと画面全体をアップしてもらった方がいいな。もうちょい前に行こうか。ちょっと待って、いや待って、これ多分ね、広角になってるっぽいね。ああ、でもこの設定だから。うわ、むずいな。あ、これでいいんちゃう。ちょっと前に。OK。あ、いいっす、いいっす。もう、口で言ってくれたら。はい。キュキュ消してもらって。はい、あ、でもちゃくちゃな、ダメ。よいしょ。多分やけど、こういうちょっと球の捕まりやすい、球の上がりやすいクラブで、トップで間を置いて、こうやって打っていくクラブちゃうかな。316ヤード。はい。まあ、いいかな。体でぶつけに行くタイプ。だから、クラブを手先で、ビャーンって走らせるんじゃなくて、体でゴーンって飛ばしに行きたい。そういう人向けかな。まあもちろん292ですけど、ヘッドをパーンって走らせるわけじゃないんで、バカ飛びは難しいです。これで飛ばそうと思ったら技術はちょっと必要かな。
壊れたっていうのがあるのかな。うん、見ましょう。はい。313。はい。これ以上は難しいかな。ちょっと振ってみようか。よいしょ。これ、シダネか。どうなる？はい、そうですね。331、左ですね。60ヤード左。60ヤード左です。そうやね。これね、マックスより上って何かありましたっけ ？SFT が一番捕まるやつ。捕まります。SFT に一番軽くて柔らかいやつあります。シャフト。40R2 貸してください。はい。歴代のスピーダーで近いのありますか？ないです。ないですね。うん、ないね。まあ、強いて言うなら、5に動き的には近いけど、5ほどグニャグニャはしないです。ただ、これで超まっすぐを打てって言われたら、僕多分打てないんです。まっすぐジンとこれ。内緒。322。あ、あれ。聞いてます。ちょっと待って。あれ？あれ？あれ？そう。え、今の？慣れてきてもうたな、うん、よくないよくない。これこの後ジョイックスオープンとか出たら OB 死ぬほどするやつちゃう。大丈夫ないから。あ、ごめんなさい。なんかね、明るい色の線にしてほしいって言われちゃったんで、ごめんなさい。青がちょっと見えないみたいで申し訳ないです。明るい色の線、はい、黄色とか、あ、オレンジとかなのかな。黄色、あ、いいですね。多分そっちの方が、SFT の 10.5 度、もう一番球が捕まるタイプですね、に、40g 台の R2。 ちょっと軽く振ります。ドローが打ちたい女性向きです。262、はい、262ヤード、はい、はい、個人的には423ぐらいのヘッドスピードで振ってる感じなんですが、46出ちゃってます。圧倒的に遅い人向き。ヘッドスピードが遅い人向き。うん、これはいいかもね。はい、これでめちゃくちゃ安定したドローがずっと打ってる。今44です。いいと思う。だからストレート系のヘッドにはもう極端に合わない。全く捕まらないヘッドにしてずっと捕まえないで打つか、めちゃくちゃ捕まるヘッドでずっと捕まえながら打つかの2択になるんですが、捕まえないヘッドにした場合シャフトで勝手に捕まえてしまうことがあるので危ないんですよ。ただずっと捕まえろって言ったらずっと捕まえられるシャフトなんで、ちょっと合わせてライン出しで打っていきたいとか、ドローでハイドローでずっと楽に飛ばしたいとか、そういう人向きで、ちょっと速く振ると、うんうん、左も今48なんですけど、ヘッドスピード左55ヤード、はい、だから40、これはちょっと遅めなヘッドスピード人も人向きだな。
はいはいはい、はい、あ、でもアイちゃんとかマジでいいかな、その人めっちゃ色はめっちゃする、ほんと結構あの結構飛ばす女子、200ヤードぐらい打ってくる女子、あー、なるほど、はいいかも、あれで251飛んでるね、確かに、うん、うん、おー、なるほどね、いいダブル、今チョンでどれぐらいヘッドスピード、今ので32.5です、あー、で女性、確かに女性でちょっと、そうで、バックスピードが2400、ちょうどいい、170ヤード、もう、ちょうどいいね、ちょうどいいでしょ、うん、32とかそこまでいってる、なるほど、なんでもいいよ、これだったら、うん、ラクラク、あと、今上から入れてるんですけど、それぐらいの軽さでアッパーで、めっちゃいい、うん、打っていく、たぶん相当いいと思う、あー、いいっすね、32で173ヤード、ね、はい、いいと思います、女性向きだ、うん、女性向き、あと、ゴルフ始めたて、あヘッドスピード爆遅ってなるとさ、この間のさ、うん、あ、そうって言ってた、今、はい、質問があれなんだっけ、リヤマナ PT、 リヤマナ、うん、はい、柔らかいリヤマナ、ピー、リヤマナ、リヤマナ、ピー、あの三菱の三菱 P のあのになってないリヤマナ P シャフトも同じこと言ってましたけど、よりもこっちの方が楽で、私は初心者ですと、私初心者ですけど結構道具を扱うことに関してはこう振った時にこの音を鳴らすことに関しては得意ですっていうタイプの人は三菱リヤマナで、思いっきり頑張って振ってもなかなか音が鳴りませんっていうタイプの人はスピーダーで、友達と2人で振り比べてみてどっちが音でかいか、ビョンって音鳴る方は三菱、音鳴らんっていうタイプの人はこっち、音鳴る方が飛ぶわけじゃないんですよ、それはそう、それはそれやったらもうだってハープスチロール振ったりプラスチックのクラブ振っとけばいい話だから、だからどっちかいうと体が重くてでかくてドンって当てていくタイプと軽くてシュワッてやるタイプで違うかなって感じ、これはどっちかいうと重くドンっていうタイプかなーって感じ、うん、こっちの方が頼りない感じがしててんけど、今までの藤倉からすると若干頼りなさが減ってるかなって感じです、けどまあ面白いいいシャフトやと思いますよ。ああだから女子プロでよく使われてる、そうやね、はい、どうですか、なんかあスプーンあります、はい、はい、これやば、僕昔からねスピーダーはフェアウェイウッドでしか使ってないんですよ、僕学生時代は、ああ、スピーダーですか、スピーダー、どっちでもいいよ、スプーンなの、え、何がある、あ、じゃあマックスでいいよ、私ね、スピーダーはね、フェアウェイウッドでしか使ってないんですよ、 60X しかない、 60X? え、X だろ、シャフト、あ、S でいいですよ、 S でいい、 X もある、 S でいい、あ、あ、そういうこと、あ、何でもフェアウェイウッド用のシャフトって何でもエボ4使いですが、言いますか、あ、エボ4からあのどうしてもスピーダーが好きですって人にはすごいいいと思います、エボ4からの進化で考えるとすごいいいです、手首使うタイプが三菱、どちらかといえばボディはこっち、そうそうそう、そんな感じかな、ジョーダンのショットはゴルフ用のスパイクですか、そうですよ、ゴルフ用のスパイクです、なんちゃらかんちゃらが効果を発揮してる、そうですね、レンタスブルーを緩くした感じって聞いたけどどうなんですか、全く違います、
ごめんなさい、それ誰がやったのか知りませんけど、それ言った人に怒った方がいいと思います。全く違います。ベンダスブルーとこれは1ミリも違います。何も合ってません。強いて言うなら青言うと思った、絶対言うと思った言うと思った嘘やん、絶対言う。今のネタはバレへんから。私ね、実はもともとスピーダー使ってたんですよ、スピーダー使ってたんですよ。私昔プロギアを使ってて、中学高校入ったぐらいの時ね。で、プロギア使ってたんですけど、スプーンが下手すぎて遅くてどうしても球が上がらなかったんですよ。でその当時あの高校の時にあのスピードヒットみたいな名前のやつがあったでしょ。あの結構シャロン、そうそう、であれがめちゃめちゃ飛ぶって話題になったんですけど、球が上がらんかったんですよ。で水野の 300E と、あれがめちゃくちゃ流行ったんです、でその時代に球が上がらん、でも当たったら飛ぶんやってなった時に、私が選択したのは藤倉だった、スピーダーだったんですよ。でそれで随分話が変わったんですけど、はい、もうフェアウェイとスプーン球上がらんって人はこれめちゃめちゃいい、274ヤード、はい、これはあのドライバーも入ってると、で5番ウッド入ってると、スプーンはカバンの中に入ってるけどフェアウェイから打つことなんかほぼほぼないです。ほぼ綺麗、スプーンより5番ウッドの方が私飛ぶんですって人いるでしょ。いいですね、パパさんもいいところでしょ、やっぱり、うん、これは本当に、藤倉の人が見てたら本当にごめんなさい、フェアウェイウッド用のシャットです。もうだからこれスピーダー FW で出したらいいほんまに球が上がらない人ね、スプーンで球が上がらない人向きのシャフトやね。もう一生上がるもん、うん、まあ、ここやで当たった、はい、ダブルです、うん、でも上がります。厚めにも、うん、256、どうも、あのスプーン諦めてた人やね、スプーン諦めてた人、これはめちゃくちゃいいと思う、うん、どちゃくそたまるやん、いいっすね、高さ、うん、ゴン上がりですよ。スピン量も4000超えてるから止まりますね。そう、球も止まりますね、うん、ちょっとドローで、ドローならいい球数、267、ドライバーやったら左巻いてたやろか、完璧、フェアウェイウッドやと左に行くんじゃなくて上に行く、うん、で今舐めて打ったらドローせんかった、こんなギャッタ初めて、あ、めっちゃいい、はいはいはい、281、振ってよ、まだ振ったらあかんねやろな、意外とでした。だから距離は出ませんわ、279です。もともとフェアウェイウッドが得意です、フェアウェイウッドで距離が出せます、スプーンでねっていう人にはあんまりやってません。でもうスプーン入れてんねんけどよう打たんねんっていう人にこれ合うと思う。でこれに関しては女性用じゃないです、男性のフェアウェイウッドがろくに当たりませんっていう人向け、スプーンね、特にね、クリークには正直あんまりおすすめせえへん、正直クリークに入れるんやったら前のスピーダーのエボ7の方がいい、クリークとか7バウンドとか9バウンドショートウッドに入れるんやったらそっちの方がいい。スプーンだけ、あれやるでしょ、ミニドライバーみたいなのあるでしょ、
今ありますよ。ああいうものをフェアウェイから打つのに適してる。2番ウッドとかね、ブラッシュとかね、そういうのですね。意外と左側5番ウッドもありですか。やっぱり聞いてるわ。まさか結論出たらもう終わりどういうことですか。何番ウッドもティーアップしない方がいいショットですか。ティーアップするシャフトではないかな、うん、ティーアップには向いて、それなんですか。5番です。あ、ありがとうございます。ティーアップするシャフトではないかな。それ5番ウッド、うん、スプーンだけがいい。ちょっと逃がして打たなあかん。まっすぐ飛ばすんやったらちょっと逃がして、ああまあ逃げすぎ、まあでもまあまあかな、うん、スプーンですね。スプーンよ。テイラーのミニ300とかにいいのかな。あ、その通りです。払い打ちまたは打ち込み、これ関係ないです。もうスプーンやったら払い打とうが打ち込もうが打てます。どっちでもいける。3番打って距離は出るけど上がらないので検討してね。あ、だったらいいと思う。3番打って諦めて抜いちゃった人が使うためのシャフトかな。どっちかいうとスプーンのみや、私の、うん、感覚的にはスプーンのみやな。900人もおるよ。すごい。たくさんの方に見ていただき誠にありがとうございます。いや、終わりじゃないよ。え？終わりじゃない。はい、一応シャフトレビュー終わりました。一応こんな感じです。ただ、せっかくの初ライブでございますから、このシダね、シダライブ初ライブでございますから、コメント欄の方からですね、このお店にあるんちゃうかと、こういうクラブ、あそこのメーカーの新作のああいうアイアンとか、アンハーメイドのアイアンとか、アンハーメイドのウェッジとか、新作のクラブで気になってる、今、もう古すぎると置いてなかったりするんでね、今置いてるクラブの中で、こういうものあるんなら、ぜひ売って、試打して、レビューして、ちょんまげみたいなのに答えていきたいなと思います。どうすか、盛り上がってる、ちゃんと盛り上がってるよ。盛り上がってなかったら見られへん。盛り上がってるよ。盛り上がってる、はい、盛り上がってる。ほらほら、みんなパチパチパチ。よし、おの袋のレビュー、おの袋ありますか。はい、ございます。おの袋 T100S P790。 おい、一気に来るやん、一気に来るやん。めっちゃ来るね。めっちゃ来る、 P770 P100、 すごい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 、めっちゃ来た。やっぱ新 P790 が一番多いですね。ミルドグライド3、じゃエピックトリプルダイヤ T シリーズ、キャスコの UFO。 キャスコの UFO、 キャスコの UFO、 個人的にはすごいいいクラブだと思います。ということなので、緊急企画、みんなに言ったクラブを売っていきましょうのコーナーでございます。テーラメイド P790、 これこの間出たばっかりですね。見えますか、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 見えてますか、これ見えてる、アイちゃん、ちゃんと見てよ、ちゃんと見てよ、見て、はい、見えてる、はい、P790 でございます。7番さあ、楽しくなってまいりました。モーナス 3105S でございます。これが7番やん。7番やんです。さあ、楽しいレビューが、プレステージさんが一番売りたいやつ。あ、そういやらしいこと言うな。ないと思う。アーティザンのアイアン、多分ね、ここ売れてるんで、多分ね、それないと思います、そういうの。顔からいきましょう。顔長っ。顔が一番長い。小ぶりです、すごく。すごく小ぶりなのにもかかわらず、トップブレードがかなり厚いので安心感はかなりあります。だから構えた時にラインが出しやすいなみたいな感じの顔はあります。ただ、初心者向けじゃないね、どっちか言うと。これは顔の形的に
優しいクラブというか優しく距離を出すけど本格派って感じですね。ちょっと見てみましょう。はい、194ヤード。あの、ごめんなさい、こんなに球上がると思ってなかった。ロフトが立ってて前に行くばっかりやと思ったら、そうですね、そんなことないっすね。高さはバッチリできます。これちょっと私期待してたんです実は。テーラーの人に向いてたんですけど3番アイアン買おうかな思ってます、うん、3番アイアンの選択肢としてちょっとありやなと思ってて、ロングアイアンの代わりね、ちょっと入れ替えでね、ちょっと抑えて打たなあかんかも、むしろ、うん、205いたます。特に飛ばしに行ってるわけじゃないんですけど205。へえ。あのね、捕まるとかスライスするとかあんまそういうのもないです。でシークレットブーツってほどじゃないですね、うん、シークレットブーツはね、キャルウェイのエピックとかあの辺のことを言うんですよ。これはね、そんなシークレットブーツってことじゃない。てか、そんな思ってたより飛んでないです。正直。ありやと思います。ただ、打感はちょっと硬いかな。そうですね。うん、前作より硬くなりました。うん、そうですよね。なんで、これ TP5X ですよね。はい、TP5X に合わん。TP5、今日は TP5X と TP5 で売ってるんですけど。はい、TP5 がいいです。はい、もうドクシャーがいいです。200ヤード。はじゃあ、押さえ、低くって言いましょう。おあ、それでも上がるわ。はい、208。ロフト立ててもそんな飛ばん。あ、う、り、ん、ありありあり。ありありってか、これ、愛ちゃんありやで。マジマジマジ、マジで。こんだけ立てても全然飛ばないですね。今10度ぐらいダウンに入ってる。そうですよね。飛んでないですね、そこまで。あり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 。買っちゃう？買って帰る。いや、これ結構ほんまにありよ。え、マジ？え、これありやな。ありあり、めっちゃあり。ほんまにありや。めちゃくちゃありやん、これ。飛んでない。198。あ、これテイラーの人に怒られるかな。裏的、裏的ね。思ってたより飛ばん、うん、で、球が上がる。どっちか言うと前作の P79 までに比べて前じゃなくて上に行く感じ。だからお前アイアンそれロフト立ってるシークレットブーツやんっていう人絶対いるでしょ。持ってない人が絶対言うんですよ。いやーんっていう人たちに今日打ってみて。普通に球めっちゃ上がるから多分適正やと思うんですよ。これはいい、ありです。さあ続きまして、さっき言ってた何だっけ。UFO を持ってきてくれたんですか。マジで。アイアン。とりあえずアイアンで。え、何これ？あ、エピック。エピックマックスファースト、裏子で打ってほしいです。裏子。大ちゃん。え、やめてくれる？無茶ぶり。エピックマックスファースト知らないです。何ですかこれ？飛びてです。26です。あ、そういう感じね。これは。めっちゃ飛び系下飛び系。顔はね、やっぱね、最近の飛び系というか、まあ
あのシャープになってますね。でキャロウェイのに関してはここがすごい細い、ここがすごい細いから、うん、ヒールに対する不安感がめっちゃあるんで、遠目の意識が持ちやすいんでシャンク出づらくなってます。これシャンクしづらい形状してます。だから大事なところで結構アイアン結構シャンクしてまうねんって人にはすごいいいと思います。で、あの今正直ねだいぶ軽く振ったんですよ。むちゃくちゃ飛ぶ。223です。ちょっと待ってください。もうだって210、これで210ちょんってやっただけだのに。あれで210です。え、今度誰が打っても200飛んでる。あ、飛び系です。顔がやばい。227、227ヤード。飛び切れです。これはキャルウェイとテーラーで両極端に分かれるよ、うん、なら、え、今何番？6番キャルウェイ、8、あと9もちょうだいって言いたい人向けです。まあでも大事だよね、そういう人もいるから。まあ、叩いても曲がりません、はい、で思いっきり叩いてもそんなに距離変わりません、うん、一緒です、はい、今だってヘッドスピードを最近 45.5、45.9 ですよ。今 47.3、 7番やんで、ね、47.3 がしてるけど227で距離一緒です。ある一定以上飛ばすと上に逃げます。7番アイアンで220ヤード超えてくると、まあ、あんま変わりません。低く。なれへん。低くない。229。ヘッドスピード 46.9。あ、ね、昔のエピックと違って、打った瞬間びっくり万物賞みたいに、万物びっくり賞みたいに。うわーって飛んでいくのはないですね。純粋に番手が一つ二つ違うってだけです。でこのアイアンがむちゃくちゃ飛ぶ、うん、飛ぶでしょうね。うん、すごいさ、ちょっと飛びすぎやな、はい、これはちょっと、はい、飛びすぎかなって。プレステージさん、アーティザン取り扱いありますか？ないです。アーティザンないですよ。ちょっと飛びすぎやな。ピン I59 はまだないでしょ。はい、まだ、まだです。まだです。ピン I59、僕も期待してるんで、もうちょっと待ってください。どうでしょうか。はい、来ました。オンオフ。ジャンガ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 。え？あ、溝ルート B みたいになってる。本当だ。あ、見える見える。波波波波。あれ、うちとコラボしてる？多分してない。え、これはネックは、これはシダ用の。はい、そうです。変えれるよってことですよね。そうですね。これはオナフの？これがオナフの黒です。これ黒、はい、え、黒ってこういうタイプなんですか？はい、ここからこうなりました。え、黒ってそうですよね。え、黒って赤やん、こんな飛びます。ショック。もう俺釣り具島の葉やから台はどうでもいいねんけど。ショック、黒興味あったのに。マジか。顔はね、テーラーにめっちゃ似てる。テーラーよりちょっとポケットが深い感じ。ちょっとここが深い感じ。だ、日本人好みの顔っていうか、昔のブリヂストンの顔にちょっと近い感じかな。今のだスリクソンとかの顔に結構近い。
感じのちょっとポケットの深い感じなのにもかかわらずストレートベースっていう、まあ日本人が好きな感じのちょっと捕まる感じがしますね、顔を見る限りは。びっくりするぐらい球上がります画面一番球が高くて高いっすね、スピバックスピードが一番多いです。私個人的にほとんど好きなんですよ、ズルグメーカーですね。結構ヒール目で打ったんですけど、あんま右行けへん。で個人的には、ね、薄めのヒール目で自分で打ちに行ったんですけど、あんま行けへんから。曲がらん、ちょっと今ダウングローで入れたんですけど、曲がらん、曲がらん。ああね、結構上から打ち込む人向きやね。こういう飛び系の間って上から打ち込む動作に結構極端に弱いんです。いやそれでも上から打ち込みたいって人にはすごいいいと思う。とかいいよこれ。あり。もう全然ありやん。さあ、もうそんなもんか。先生オノフのイメージってどんな感じですか。結構優しい顔して優しい性能にもかかわらず、いざ使ってみると結構本格派やんっていう感じのブランドですね。あと作りがね、やっぱ国産なだけあってね、作りが丁寧、綺麗です。塗装とかも綺麗です。マッスルバックの割に厚みが、マッスルバックじゃないですね、中空です。てか今売ったやつ全部中空です。この袋のドライバー、お、すげえ、え、黄色やん。私もそうだ、黒っていうかどこが黒なのかちょっと謎だったんだけど、黄色、黄色やん。ちょっとどうなん。もうこの時点でもうないわ。今のところ30点です。で、そうやって最初に悪く言っといて、うっと、おっ、黒怖えやんみたいな流れじゃないです。普通に黒ちゃうやん。シャフトがラボステック、まあ、純正ですよね、はい、純正のちょっとええやつですね、はい、いい、だいぶいい。315、これシャフト S か、はい、ちょっとまたなダメですね、柔らかい。最近打ったヘッドの中で一番いい。いいの、黄色、うん、333。俺テーラーから乗り換えてもいい。そんなに黒じゃないけど、いい、塗っちゃえばいいもんね。塗っちゃえばいい、うん。てかもうあれ、これマネされた俺の。ああそういうこと。モノさん、これ正直に私のインスタ見てマネしたんやったらちょっと正直に言ってください。これもう完全に同じ。嘘です、失礼しました。めっちゃいい。てか塗装がめちゃくちゃに綺麗。見て、
ちょっと画質がどうか分からんけどさ、ここちょ見にひんやん正直、うん、こう構えたってこっちやんか見んの、うん、あやる光めちゃめちゃ吸収する色で、フェイスも地続きでこうなってんの、おー綺麗、あら、うん、音もいいですね、320。これ硬いシャフトないんですか？今 S しかないんです、ちょっとお買い上げ勢いでした私振るとやっぱ S は S だからね、いやもう S の限界です、ちょっとこんだけ振るともうやっていきます、はい、他は？はい、あ、他は、じゃあこっちお願いします、え、こんなんレビュー終わった？エピックって言って、一番軽いやつです、エピック、マックス、え、こんな全部出すの？え、まだあと1個、エピック、マックスファスト、ちょっと意味がわからないんですけど、何ですか、これ一番エピックの軽いやつです、194、はい、何グラムですか、これこれ、270、いや、ヘッドヘッド、あ、ヘッドですか、ヘッド重量は確かに軽いです、192とか3グラムです、あ、今、私の予想では94、ちょっとわかんないけど、まあ、はい、あ、はい、あ、軽っ、びっくりした、え、これだって片手でいけるもん、すげえ、ほら、ほんとだ、そんな軽い、184、どちらかというと女性向きです、ですよね、女性の飛ばし屋タイプです、え、これこっちやわ、おー、うまいしょ、あり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 、これマジで、ありありあり、256や、ごめん、持った感じ歯やったもん正直、女子即買いやで、女子じゃ女子も幅広いんだけど、女子って言ってるよ自分が私って女子に入る、このボディで言う人は女子じゃない、女子ね、死ね、でもジュニアゴルファーとかめっちゃいいと思うよ、あージュニアゴルファー、なるほど、はい、もうギリギリ、もうこれ苦すぎるギリ、299、はい、回転数はどのぐらいですか、回転数、え、聞いたあんま参考になるかな、1800、2500、2600、2700、はい、うん、裏子的にはあり、さっきのね、裏子的にはすごいいい感じ、これ、あ、ミニドラです、ほう、出ましたよ、皆さんお待ちかね、さっきコメントランドも散々ありました、テーラメド、これ昔のテーラーですね、はい、昔のテーラー、あの R300 とかの時代ですよね、はい、そうです、それを 300cc にして、あ、そういうことね、でしかもツイストしてますじゃん、はいはい、ほんまや、ほんまほんまや、これ下から打つ、ほぼ直ドラやで、これ
映ってる？うん。芯に届かんやんだってこれ。ここか。芯に届かんだって地面ギリギリってここやで。見える？これ芯ここやで。ここここここ。芯に届かんよ。地面から映ってるって。本来は T、結構低めの T アップ用です。そうですね。地面から受けるって、うわー、舐めて打ったらこうなるわ。あ、でもまあまあ、意外っちゃ意外かな。純正です。シャフトがちょっとなんだ。まあまあいいでしょ。これ私正直でいいですよね。下から打つもんじゃないです。私が気使って打ってます。ちゃんと当てななっていう感じで気使って打ってます。レネックスはさせないです。ごめんなさい。レネックスさせないんですよ。はい、めちゃめちゃいいです。はい。いや、逆です。はい。めちゃめちゃいいです。けど、これを地面から打ちたいなら NX です。T アップして打つなら NX は私は勧めません。ベンタスブラック。天性オレンジ。この間のディアマナもまあまあ悪くはないかなとか、個人的には LA ゴルフの青い、うん、個人的にはね LA ゴルフの青、ちょっと色後ろ赤いライン入ってるし、赤いライン入ってるし、ちょパワーにちょっと不安がありますって人は LA ゴルフの赤が合います。いいと思う。意外といい。よきよき。微妙じゃない。 XC やったら微妙やね。うん、中途半端に中途半端になる。はい、ウェッジ打ってほしいです。56出ましたよ。ミルドグラインド3でございます。はい、これ私も気になってました。なんか溝と溝の間にあるミーリングが逆に外にこう飛び出てる感じの、なんか見たでしょ、あの宣伝、なんかギザギザギザみたいな、はい、はい、みたいなね。で実際見るとね、見てもよくわからんレベルです。強いて言うな、ちょっと入ってるような感じがする感じ。正直私あれが微妙やったんですよ。あんなボーンって出てるんやったらいらんわと思ってたら、大して出てません。気持ち程度。やばい、どうなるかな。何種類かありましたよね。はい、ローバンス。色が違う。58しかない。あ、58しかない。ローバンス。
これがもう一番タイガーストーリーですね。はいはい、そうですね。ああ、全然違う。これ言っちゃいます。いいわ。いいわ。でもね、56もいいよ。全然。うん、56は全然いい。60は出てるんですか？60はすみません、あるんですけど、視野がないんですよ。60もあのローバンスあるんですか？60もローバンスに、ね、あります。存在あります。ちょっと待って。今存在があるんやったらちょっと、これありやな。打感硬そう。あ、打感柔らかいの好きなタイプですか？私、打感硬いのが好きなタイプなんで。ごめんなさい、テーラーメイドさんが何を売りにしてるのかは知りませんけど、まあ、多分ペース面を多分売りにしてるんでしょう。多分ね、ペース面を売りにしてるんでしょうけど、私ちょっとある60あります。あ、行こうかな、俺60ローバンス。うん、あ、でもまだカスタムの納期とかまだ始まってないか。納期ないじゃん、始まったら行こう。私個人的な話ですけど、前のミルドグラインドに比べて、あの後ろの重くなってるこの幅が広くなってるんですよ。この後ろのバックフェイスね、この幅が結構最近のやつでこっちに重みがガーって持ってってるんですけど、全然広くなってるんですけど、あのフェース面の気持ちよさとかは正直、売ってて新品なんか全部こんなもんやなと思ってます。正直、前のミルドグラインドも、買った日は良かったです。で、1週間もしたらツルツルになりました、私の感触的には。でも感触的にはツルツルでも、ゴルフ場行ったら全然普通にスピンかかってるんですよ。全然問題ないんです。これはそういうことじゃなくて、めちゃくちゃ振りやすい。これこのソール、スイングがしやすい。めちゃくちゃ悪い。何やこれ、ヘッドやな。これそれ歌ってった方がいいよ、テーラーさん。フェース面ちゃうって、バキバキ振りやすいよ。キャリーで私大体いつも100ヤードぐらいを打つようにしてるんです。今キャリー102ですか？102です。スピンが11,588。11,588。キャリー95、スピンが12,723。めちゃくちゃかかるな。めちゃくちゃかかる。色変えてもらっていいですか？はい、ごめんなさい。あ、色ね、色にね。そう、ごめんね、ごめんね。もう一回見ときや、映って。いいか、映って。これもう一回出してこいから。キャリー102、スピンが12,682。ヤスさん、ここで全部聞こえてますよ。当たり前やろ、マイクここにあんねんで。ここで小声さ、聞こえる。裏です。ソウルケージ、はい、ロケーションの問題無理。ソウルケージ見ても多分何もわからんと思うんです。普通です。強いて言うなら、開いて打つにはあんまり適してないソールはね。これですよ。
これも前作のタイガーのやつ、はい、ほぼ、すみません、結構近いです。そうですよね、あれ買った人涙目やな。ね、あれ買った人涙目。ああ、高いやつ、高かったもんね。会社の経費で買ったわけじゃありません。私、個人で自腹で買いました。タイガーへの尊敬の念を込めて。さて、使うから、経費で買えばいいものを。個人のキャッシュマネーで買いました。同じものです。高かったのに。値段はどうなんだろう。こっちの方は安いです。そりゃそうだよね。安いです。違うなと思って、前作のやつはちょっと捕まる感じだったの、ウェッジが、ウェッジ自体が、これ雷角そのままで捕まらへんわ、あのいいかがよ、引っかかれへん。好き嫌いあると思うけど、56スタンダードの 60LB やね、これはあり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 、これ超あり、ゴチゴチあり。ミルドグラインド3はタイガーソウルも出るみたいです。あ、このここ出るんですね。あ、それがこれ、違う、また別で、また別で、いや、これでいいと思うよ。多分タイガーソウルって名前値段上がってるだけだと思う。そんなもんかね。急に画質が、電波悪いですか？え、電波悪い？悪くない。ちゃんと、いや、私出てる。まあ、あの、僕も普通に撮ってます。自分の携帯ちゃいますか？クリーブランドのフェースが全部水を打って。なんでそんな上からなの？打ってって。それ大人としてどうなの？違うかな？ええけど。RTX ここにフルフェイスって書いてますね。はい、あーすげえ、はいはいはい、もうテイラーがやったよ。うわー、でかいイーデル、うん、イーデル前の前の新しいイーデル、何にもいいと思わへんけど、ごめんね、新しいイーデル全く何がいいかは全く分からへんけど、前のイーデルはいいねんけど、でかいイーデル、でかいイーデル、でかいイーデル、うわめっちゃクリーブランドが、うわ、もうフェースをまっすぐでも使う可能性のある人はやめといた方がいいです、うん、フェースをストレートにして使う可能性がある人はやめといた方がいいです。基本的には開いて使うものです。そういうウェッジです。逆に開いて使う分にはエグいです、はい、開いて使う分に関してはこれはちょっとマジでエグいです。うわ、はい、エグいです。多分ここに人立ててあったりいませんぐらいエグいです。開いて使うもんです、はい、高いです。普通に6ちょっとじゃない
ないですよ、ロープショット普通に打てるだけですよ。中心位置がよく分からない。めちゃくちゃめちゃくちゃ中心位置が取られてるちゃうの。先目に合わせてやるね、やっぱ重心位置先目に合わせてやるんだな。ほら、あ、うわ気持ち悪い。うわないない、これはない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 。好き嫌いです、私はないです。そう、そしたら60だけフルフェイスにするとかありです。それはもうバキバキにある。56とかはないかな。はい、 T100S を何とかお願いします。 T シリーズまだ入ってないですか。まだです。ああまだです。1085人も見てくれてるけど T シリーズはまだなんですよ。T シリーズのライブもやる？ちょっと考えとく、うん、ちょっと重いの肩体力使うわ。俺今日レッスンして DD ライブして移動してライブしてるね。ちょっと重いの肩体力使うわこれ。エピックトリプルダイヤないですか？うわー、ないです。あとエピックトリプルダイヤ気になる人ってエピックトリプルダイヤを買おうと思ってます？多分思ってないでしょ。エポンのアイアンあればお願いします。ないです。疲労です。疲労です。冒険フォージドお願いします。それ何？プロか。あ、それプロってやったら打てないですね。出せないですね。あ、でもシャフトがNX、 NX、 あ、ヘッドが違うってことですね。一回見ましょう、一回見ましょう、一回見ましょう。ヘッド出せないけど、うん、UFO お願い。 UFO はドライバー？ユーティリティどっち？ドライバー、はい、ドライバー。すいません、ごめんなさい、 UFO のドライバー全く興味ないです、個人的にも。ユーティリティとかはすごいいいと思うんですけど、ドライバーは全く興味ないですけど、打てるというなら打ちます。 UFO こんな感じでございます。はい、焼きそばとちょっと違いますね。鉄でできてます。あと食べれません。はい、ここがちょっと細くなってちょっと焼きそばみたいな太さになってますけど、焼きそばではないですね。はい、なんだろうそれ。私個人的には一平ちゃん派だったんですが、最近 UFO も美味しいなと思い出して始めました。よろしくお願いします。なんです。これ見て、ドライバーやねんけどな、こう打つやん、うん、なんここで風こう抜けていくやん、うん、ね、ここもこう、ここで風抜けていくやん、ここで当たんのよ、うん、ここで乱気流発生するの、うん、だからヘッドがギュッて引っ張られ、ここを持ってギュッて引っ張られてる感じで、うん、ブレるんかと思ったら全然ブレへんねん、うん、これ曲がらないんですよ。弾上がるためのドライバーでもさ、あのピンの G400 が最初出た時のテクノロジーにかなり似てるの、もっと優しいやつって感じだ。これ全然曲がらん。278ヤード、シャフトもぐにゃぐにゃの R やけど 10.5 度の、多分リアル12度余裕で超えてるでしょ。これはありや。え、あり、うん、ヘッドスピードの遅い、めちゃくちゃ飛ばしたいというより優しくとにかく曲げたくないって人も結構多いと思うよ。ありあり、全然ありや、うん、ありなんかいって、ありやった。ソナテック TD2 ドライバーあると思って聞いてる。ソナテック
あるわけないやん。なんだっけ、ボケ。ボケきた。オッケー。これ新しいやつ？はい、ボケの新しいの来ました。はい。58度の M、B、K、これソールの形状ですね。で、B、シロン。ニューソールです。新しいやつだね。冒険ソールです。冒険ソール。冒険ソールです。ちなみにロバーツです。へぇ。なんか日本の芝用に開発したらしいです。T ソールってことですね。はい。どちらかというとそうです。ですよね。はい、新作。はい。SM8 もう終わりましたもんね。はい、もう終わってます。で、9が出ずにこっちが出てるんですよね。はい。でもこれは SM の後継ではなく、前出てた法人のやつの後継ですよね。そうです。ガチョンって感じです。あの、はい。これ怒られるかな。大丈夫。ほんまに、あとで、あいちゃんやってな。なんか言われたら。マジでないっす。ごめんなさい、ほんまに。ほんまにごめんなさい。あの、強いて言うなら、K。K に関しては、むちゃくちゃ楽ちん。K はもう本当に楽ちん。てか今まで K というソールを何のためにあんのと思ってたタイプやったんですけど、この日のためにあったんやなって思うぐらい K が合う。でこれにボブ冒険ソールを入れてきたっていうのは、私はあんまり形状に自信がないからボブ冒険の名前を使ってきたんちゃうかと思ってるぐらいに合わん。合わん、絶対おかしい。で、M が、ああね、はい、あの、で、いいよね、正直言って。怒られる？いや、でも正直に言わないと。ほんまに怒られるかな？ごめんなさい、本当にごめんなさい。先に謝っておきます。ごめんなさい。話になりません。正直よ。ごめん、怒ってるみんな。ごめんなさい。今から両手で、はい。ほんまにごめんなさい。合わない。あっ、うまいこと言うな。この東流黒雪姫、合わないって言葉にするとどこが悪いんですか。はい、合わないですね、確かにね。私に合わないです。見た目ですか？じゃあ分かりました。あかん理由言いましょう。はい。合わない。違う。ちょっといいですか？はい。これが、ごめんなさい。クリーブランドやったらいいです。クリーブランドやったらいいです。あの、冒険としての道筋を大きく外れてしまっているというか、優しさ、包み込むようなフェイス。優しく包み込むようなフェイスで、まあ、冒険独自のソールによる、まあ、ウェッジ自体を打ちやすく、ね、打ちやすいそのクラブの入射角に合わせて、自分の入射角に合わせたぴったりのソールを選ぶってことが可能となっているウェッジです。ただ昨今のウェッジの後ろ側はこっちと重たくできてるんですよ、こっちってね。それをすることによって重心の位置が高くなってるので、はい、打った時にね、クラブヘッドをちょっとこうクイックイッと上げてくれるっていうのと、上からバシッと打ち込んだ時でも綺麗に打ってくれるっていうウェッジなんですが、それもない。ソールだけは冒険で、顔はとにかく優しくなるように、ここは内側にギュッギュッと張り込んでる状態、ネックの部分が。なら冒険のブランドを持ちたいけど、ちょっと僕には冒険はまだ早いからっていう人向けというか、優しい人向けの冒険。まあちょっとごめんなさい、僕はこれはいらないです。これ以上褒めれないです、ごめんなさい。
ブーです。うん、ここんです。これちょっとないわ。うん。暴起、そうですね。これは私は個人的にはないかな。ただ、K はありです。あ、オノフは個人的にはありですよ。それなんですか？普通の。あ、さっき。あ、普通のヘッド。はい、出していいやつ。普通の。普通の。出していいやつ。はい、出していい。オッケーです、オッケーです。最初の藤倉の NX に、もうちょっと僕でも打てるちょっとディープなモデルのプルギアの RSF ですね、はい、あのレクサスの車の名前みたいになってますけど、 60X、うん、でしょ、まあまあ、はい、326です。326、うん、そうやな、同じ感じで全く同じ振りかけて何も変えないで、うん、ドロップしましたね、はい、ちょっと振ります。ヘッドでこれなんで、うん、鬼こすりしてんのと一緒くらいかな、はい、感じかな。あとただ、あの柔らかいからタイミング取りやすい、逆に言うとそれ打った後も自分のやつ打ったらめちゃくちゃタイミング取りづらくなったから、タイミング取りやすいっていうのがある。距離が違いすぎるかな。いや、全然違う。349、はい、って感じかな。ちょっと俺 iPad 電池切れたからコメント見られへんの。あらら、いや大丈夫、携帯があるから。みんな俺こっちでやってるよ。これ以上褒めれない、さすがです。オノフアイアンいいよ。タングランブルー、ええー、とこ突っ込んでくれるやん。そうやね、絶対クセ。もうお前売ったやん、それ。もうええんちゃう、もう全部売ったやろ多分。今もう今日そんなに打たすやったらもうやれへんぞライブ。まだある、新しいの。なんか、なんか今探しに、探しに。PXG のジェネフォーとか。え、ジェネフォー出たんすか。出てます、出てます。あ、それ多分僕らプレさんと同じシャフトのやつで、うち1段準備してました。行きましょう、持ってきます。すいません。で、7.5 を 1.5 度立てられるんで、はい、6度線で行ってます。プレさんが打ってみたいクラブはないですか。私が打ちたいのはね、I59 が打ちたい。今の中ではね、はい、59ですね。あと、いまだに気になってたブループリントがいまだに気になってます。そろそろ疲れてもちゃうか、疲れてきたの。ってところで、ちょっと疲れてきたので、そろそろ思いっきり振っていきたいなと思って。みんな待ってたやろ。よいしょ。マッチェク、
外と言ってないな。まさに。すみません、お待ちいたしました。ありがとうございます。今ちょっとマンブル合戦始まってました。ちなみにウルさんのお待ちでしょうか。PXG、あ、こういう形ね、はい、はいはい、うわ、いらんで、ね、ここえ、何それ、これいらんわ、はい、何それ、これですか、これカーペットですね、こうカーペット引いてます、はい、カーボンですね、え、ここはカーボンじゃない、ここだけカーボン、一応フルカーボン、一応フルカーボンなんですね、デザイン、デザインだろ、嘘、フルカーボン、あ、上焼きですね、上焼きです、あ、重い、むっちゃ飛ぶけど、めちゃくちゃ飛んでる、340、340じゃん、ロフト6度にしてる、あ、ロフト6度にしてる、あ、それはいいはずやろ、7.5を1.5立てました、あ、じゃあこれの6度対、はい、私の、あの、手なんですか、あ、私の8度もこれ純正で、純正か元々で8度なんで、これ立てたら何度なんだ、2度立てます、これ T 一番高いですよ、これですか、ありがとうございます。2度立てれるらしいんで、せっかくなんでね。OK。はい、8度を。はい、こんな感じ。見えますか？はい、これ6度にしてみます。ヘアピンスライスです。こすってる感じじゃないですよね。もうあれ初めて立てたんですよこれ。はい。こんなに使わない。ドロップ。ドロップ。ドロップさ。よし、これだけで4、バックスピン400回転でした。400。やば。315。スピンやめて。900。バックスピンが900回転です。ヘッドスピードはね、54.8に出てるんですが、握り上げた。どうしてもドロップ、はい、飛ばしに行くと、6度は球が上がりません、上がれへんとこじゃないですよね、もうこれ、はい、ドロップですもんね、ドロップです、完全ドロップです、よし、これ限界、3、4、2、立てると飛びません。もうこのスケジュールでこのまま進むわ。よし。コンタクトなしで。330。今こすったけど。これなんか、これ今立てて6度。6度です。全然違う。あ、こっちのSIM2の6度と。感じが、うん。
なくて真上でも持ちます。確かに。もう忘れよう。うん。でもこれとね、でリアルの問題もあると思うんだけど、うん、これの6度とこれの8度同じぐらい、同じ感じ、うん、そうだよね、リアルロフトそうなんだろうな。今のところオノフが一番いいです。ヘッドね、いや自分のドライバーも入れて、あ、黒だっけ、この袋、あれマジでいい、黄色だけど黒のやつ、黄色だけど黒、黄色にしたかったのにな、あれ黄色、うん、黄色にしてくれたらよかったのに、あ、黄色ね、ボール同じ、ボール同じ、クロスバランスビーム、よし、ちょっとバランス調整だけして、だいぶ重やけど、いろんなの落ちすぎた、完璧、フェードドローと。オッケー、あ、いや、あの、打たなくていい、オノフ、はい、あの、一応締めの挨拶いや、打た、大丈夫、シャフト S やからちょっと合いませんけど、めちゃくちゃ良くない、これめちゃくちゃ良さそう、これ欲しい、オノフさん、待ってますよ最後の、あ、やっぱりいいです、自分で買います、なんか送ってもらったら後々めんどくさそう、はい、はい、ということで、スパチャー送れるようにしたらこんだけ売ってくれたらいっぱいする、なんで今回スパチャーじゃないんや、いや、スパチャーだよ、お前スパチャーやのに誰もスパチャーしてくれんかってんな、スパチャーだよね、これスパチャーだよね、え、違う、スパチャーだよね、あれ、違う、いや、スパチャーやろ、横に円マーク出てるもん、くそ、あれ、じゃスパチャーになってない、いや、なってる、なってる、なってますよ、はい、ということで、皆さんお楽しみいただけましたでしょうか、スパチャくれたよえ、スパチャくれたよみんなスパチャくれてるよ、あ、遅いんじゃ、でもありがとう、忘れちゃってた、忘れちゃってた、忘れちゃってた、ちゃうわ俺も忘れてたもん、多分ね、DE の人はいつもスパチャできないから、スパチャできないんだと思ったと思う、
めっちゃ頑張ったのに、もう二度とライブせん。シザライブ、二度とやらみんないきなりいっぱいしまっちゃう。やっぱしようかな、また。じゃあまたしようかな。どうでした？どうでしたの前に私の方で一回総括ですね。はい、今日はですね、今この間もお金チャリンチャリンしていただいて全然結構ですので、はい、今私がこの喋ってる間お金チャリンチャリンしてくださって全然結構ですので、それ次第によっちゃまたこういうライブやりたいなと思います。別にこういう話ではないのでね。はい、あ、すげえさ、はい、ということで、まあ、冗談を置いて、スピーダーの、スピーダーネクスト、スピーダーがナンバリングタイトルをやめ、 iPhone が続いているにもかかわらず、ファイナルファンタジーが未だにナンバリングタイトルにもかかわらず、スピーダーはあえてやめてネクストというシャフトを出したので、その手段をしに来たのですが、まあ、今回の総括ですよ。フェアウェイウッドにいい、女性にいい、特にスプーンにいい、ドライバーはね、まあ褒めよう思ったら頑張ったら褒めれるけどって感じ。でも別に怪我するところはあるわけじゃない。ねえ、まあいろいろ全部打ちましたけど、オノフの黒がいい。マジでいい。もう何がって今もう後ろの方がもう完全にもうオノフの黒の色に、ズボンとね、ベルトの黒に黄色のベルト。僕は全部黒になったんですけど、はい、すごい、スパチャめっちゃくれてるやん。うらく頑張っちゃう、これからもう。いや、やっぱ気持ちやから、やっぱ嬉しいよ、こういうの。うん、こういうのはちょっと嬉しい。はい、で、アイアンに関しましては、テイラーの P790、黒、エピックなんたら、エピックなんちゃらなんたらですね。マックスパス、アイアンですよ、アイアン。アイアンマックスパスですね。エピックマックスファクター、ラックススーパーリッチ、キャサリン・ゼタ・ジョーンズでした。玉が上がる黒、玉がとにかく上がる黒で、そこそこ玉も上がるし結構飛ぶ P790、 どっちかというと一番アスリート向けが P790 かな。でボンって構えてドン、まっすぐドンドンって打っていきたいのが、黒、オノフの黒で、人より少ない番手を持って俺飛ぶやろやりたい人はエピックです。でも絶対言われますよ、それシークレットブーツやろって。それ私よってんな、ゴルフ界のシークレットブーツや。でもなんかあっちこっちで流行ってるけど、でも言ってください、そうです、シークレットブーツです、悔しかったら買えと。人のアイアン飛ぶからいいよなって文句言うたらこうたらええやんお前も、それ言ってください。私飛び系アイアン持ってる人のことすぐバカにする人すごい嫌いなんですよ。飛び系アイアン持ってただ番やんやろ、そら飛ぶわ、じゃあお前も飛ぶことええやん。だから悔しいから言ってるだけやから、僕は別に全然ありやと思います。私は飛び系アイアンとしては一番正しいのはエピックやと思う。でどっちかというと今最初に言った2つはどっちかというと言い方的には中途半端やと思います。ただ物はものすごい、物はいいです、素晴らしいと思います。ドライバー、キャラウェイの軽いドライバーに関して、あれ女性が使うにはすごくいいと思います。男性には全く進めません、1ミリも進めません。使ってる人って一回止めます、何してんの、それぐらいされます。で、やっぱ P のね G425 の、ドライバーでね、ヘッドでね打ち比べしたんですけど、私は P の G425 のドライバーがやはりあまりありません、あまり好きではありませんでした。で、オノフの黒のドライバー、これはね顔もいい、塗装もいい、ほんまにめちゃめちゃいい。シャフトが S の全然私に合ってないモデルしかなかったにもかかわらず、このまま試合出れるわっていうぐらいいいです。これは素晴らしい出来ですね。ドライバーだけね、アイアン使いたいとは思ってませんけど、めちゃくちゃいいと思います。で、テーラメイドの300ミニドライバー、あれはちょっとほんまに趣味で買うものやと思います。はい、ごめんなさい、あれは趣味で買うもの。ウェッジは大当たりです、素晴らしいと思います、大正解。
ソールがいろいろね、ベースがのんのん、いろいろ言われてますけど、何より振りやすい。重心バランスが素晴らしいです。めちゃめちゃ振りやすい。キャロウェイの、キャロウェイじゃない、クリーブランドのウェッジは60度とかね、58度とか一番下のウェッジで開いて使うことを前提で使うにはすごくいいと思います。あと多分ですけど、バンカーだいぶ打ちやすいと思う。はい、バンカー苦手って人は、あれまっすぐ構えてそのままボーンとすぐ打ってます。ただフェアウェイからフェースまっすぐで構えてライン出すっていうのはちょっとやりづらいウェッジかなと思うんで、うん、っていう感じですね。あとは冒険のウェッジはノーコメントで、すいません。あとは何言ったっけ。あ、ジェン4は意外と飛ぶ、良かったです。ジェネ4ですよね、はい、ジェネ4は意外と良かったです。あとはそんなもんかな。これ全部喋った。UFO は、そんなに飛ぶドライバーではないんですけど、とにかく曲がりません。あの空力がすごい考えられてます。 G400 の時のテクノロジーのやりすぎてるバージョンですね。効力、働く前に行こう行こうしてるのにもうずっとずっと立ってる。どこぞの国のサッカー選手みたいな。監督は道文句いいでしょうか、ね、はい、そんな感じで、もういいかな。皆さんどうでした、このシダライブ。あんまり多分プロゴルファーの人たちも普段やらないと思うんです。あかんこといっぱい出るんで。私はもう皆さんの前で一回大恥かいてますんでね、もう何も恥ずかしいものございませんので、バンバンやっていこうかなと思ってますけども、よかった、まあ、コメント動いてなくない。やる気ある。動いてるよ、すごい。こんな喋ってるの。動いてる。やる気あんの。動いてる。大丈夫。あ、よかった。あ、コメント動いてる。マジで YouTube で一番参考です。瞑想もございます。瞑想もございます。あのね、謙遜をね、実家に置いてきたみたいで、お金送ってるって、ね、見つからへんけど。見なさい。はい。数票、よかったです。面白い、あ、よかったです、よかったです。この後ですね、今後もですね、みんな最近うちのカットビゴルフ塾のコメント欄サボってると思いませんか。自分で胸に手を当てて聞いてみてください。サボってる、サボってる、サボってるって言ってました。来ましたよ、これシダライブでこういうの売ってほしい。思いついたらメモ代わりにコメント欄使ってください。ゴルフ場行って誰かが持ってたドライバー気になったと思ったらメモ代わりにうちのコメント欄に書いてください。自分のメモやったら自分で見るだけでしょ。うちのコメントやったら僕が見て打ちますから、もちろんです。なので気になったクラブがあったらメモ代わり、もうなんか面白いコメント入れなくていいから、タイトル層何々、シャフト丸々、ウェッジボルボルとかね、何でもいいです。自分の中で打ちたいな、気になるな、どんなことなんないのって気になることをね、私は損得なしでやりますんでね、お金もらってませんから。ちなみにめちゃくちゃ褒める日が来たとしたらだいぶもらってるようなと思います本気で褒めてるかお金で褒めてるか、褒めるときにやけにテクノロジーのことに詳しかったり、このなんたらなんたらテクノロジーがね、なんたらなんたらによってなんたらかんたらするんですよね。めちゃくちゃいい、これ買いですよって言ったら、こいつ金もらってるんだと思ってもらって結構ですので、はい、こんな感じで終わろうかなと。すいません、これがカットビゴルフ塾です。長くなって申し訳ありませんが、すいません、これがカットビゴルフ塾でございます。皆さん、お楽しみいただけたなら幸いでございます。はあ、疲れた。もういいかな。あ、そう、あの、上のバツボタンを押すだけで消せるから大丈夫よ。今度はパターやってほしいです。パターね。あ、ちょっと待ってください。ちょっと一個質問いいですか、はい、ゴルファイブの方に。こういうところってシダだけでもいいんですか、すぐに買わないから遠慮しちゃいますが。大丈夫です、もちろんシダだけでも、ダメとのことですか。いいです。あ、違う全然大丈夫。ってか、ほとんどの人そうじゃないですか。だって車見に行ってすぐカット行きます。で、不動産屋行ったら1軒目で決めなあかんタイプの人ですか。違うでしょ。
いや、単純そうじゃないですか。ロレックス買いに行って、いきなりこれこれって決めないですよね。絶対に買わなあかんわけじゃ飽きませんよ、はいはい、別にそのあなた一人の売り上げがないから潰れるお店ではございません。大丈夫です。欲しい人は買いに行きますし、シダしないで買う人もいますけど、別にシダずっと選び続けて買わない人もいます。それに対してこいつ買わへんのに何を足すねみたいな顔は絶対しません。だってそういう仕事ですから。そんな人たちが働いてるお店、ここはそういう店ではないです。私が知る限りね。他のところにはそういう店もあるかもしれません。わかりませんよ、わかりませんけど、ここはそういうところじゃないです。大丈夫です。もう私がこんだけ単価切ってるんで、余計にそういうところじゃないと思います。はい、安心してください。はい、ちなみに別にゴルファイブからお金もらってるわけじゃないですか。聞いてますか。別に怪我せへんからって、別にちゃうんですからね。はい、こんな感じでしていきましょうか。今度あれですね、スチールシャフトの打ち比べとかやりたいですね。ああ、ね、あります。スチールシャフトの正直このなんていうの、このダイナミックゴールドのこのなんたらなんたらのモデル、これなんか知ってるけどどうなの、あとデザインチューニング、実はデザインだけなのとか、はい、いろいろあるじゃないですか、はい、ちょっとどう、あちょっとコメント欄盛り上がってないからもうちょっとやんでも。コメント欄盛り上がってない、宮本大輔だけ言ってるの。私ちょっとね、チャンネル登録数10万人まであと1、2万人になりました。チャンネル登録数10万人になった時に、私からですね、皆さんにですね、まあ、抽選でですねプレゼントを考えておりますので、1人ね100アカウント作ってください。すぐ10万人いきますから、はい、何でもいいです、結果がすべてですから。はい、こんなものにしておきましょうか。はい、ちゅうことなんで、今日はこんなもんで終わっていきたいなと思います。すいません、遅くまでお付き合いいただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆さんも本当にお付き合いいただき本当にありがとうございました。また、このようなライブやっていきたいなと思いますので、楽しみにしていただけたらなと思います。さよなら。